三輪の正義は、山口県下関市出身の元プロ野球選手、宇藤左田。1999年、下関中央高校に進学。1年夏からレギュラーを務めるが、甲子園出場はならなかった。高校卒業後、燃料取扱い商社の山口産業に入社し、軟式野球部に入る、ガソリンスタンドに勤務する仕事の都合上。 危険物取扱者をつ4種の資格を取得したという。なお、当時の月収は11万円程度であった。2003年に行われた、ニュー、我が富士国体では、軟式野球の山口県代表に選出されている。2005年四国アイランドリーグの入団テストを受験し、香川オリーブガイナーズに入団、リーグ2位の24盗塁を記録した。2006年26ギダで、リーグ最多ギダを記録。 秋には、松山でキャンプ中の東京ヤクルトスワローズと対戦し、攻守に活躍を見せた。監督の古田敦也の目に留まり称賛されたが、ドラフト指名には至らなかった。2007年当時のリーグ新記録となる40、盗塁でリーグ盗塁王のタイトルを獲得した。再び周期キャンプ中のヤクルトと対戦し、監督の高田茂から評価を受ける。 11月19日のドラフト会議でヤクルトから6巡目で指名を受けた。四国アイランドリーグから内野手がドラフト会議で指名を受けたのは三輪が最初である。香川では通算262試合に出場し打率236.0本類が54打点90盗塁。香川時代の三輪について当時香川の投手コーチだった加藤博とは 人一,一倍努力家だった、オフの夜に、屋外で壁当ての練習をして、近隣の住民から苦情が来たことがあると後に、述べている。2011年7月10日、秋田県立の球場にて2008年イースタンリーグで80試合に、出場し、二塁手として、レギュラーの梶本裕介に次ぐ50試合、遊撃手としても15試合守備についた。 もともと早急に難があるとされており、特に遊撃手としては失策が多かった。課題とされた打撃面は打率283、出塁率349と1年目としては上々の結果を残したイースタンリーグ2となる24盗塁を記録した。2009年イースタンリーグでの成績が評価され、6月26日に、 一軍選手登録されたが、翌日抹消された。7月9日に再び一軍登録され、7月10日の横浜戦で大蔵で、初出場、投類を試みるも失敗に終わった。イースタンリーグでは主に二塁手として出場し、投類王と最高出塁率の2冠となり、打率もリーグ3位の321であった。シーズン終了後、宮崎で、 フェニックスリーグに参加していたが、10月19日に3度目の一軍登録を受け、同日の中日ドラゴンズとのクライマックスシリーズ第3戦にダイソーとして出場した。2010年一軍キャンプスタートとなり、オープン戦でも主にダイソーとして起用された。4月9日の対阪神タイガース戦に1番レフトでスタメン起用され、最初の打席で安藤優也からプロ入り初安打を放った。 内野手登録だが、2010年は、左翼手としての出場しかなかった。2011年スタメン出場は1試合に終わったが、故障した福地久木に代わり、ダイソーの切り札として、リーグ2位の39回出場し、守備では、外野全ポジションにサード、セカンドと5つのポジションを守った。この年、パリーグ球団からトレードの申し入れがあったことが後に、明らかにされている。 2012年プロ入り初の二塁打をマークするなどと、自己最多65試合に出場。ダイソーとして、チームトップの29回出場し、守備では昨年と同じく5つのポジションを守った。2013年4月9日、戸田球場で行われた、ファーム練習試合、新潟アルビレックス BC 戦にて、プロ入り初の2番、保守でスタメン出場。同年の4月12日一軍に登録。 4月17日の対中日戦で9回に畠山和弘の代走として出場したがチームが同点に追いつき延長戦に入った際に選手を使い果たしベンチに一塁を守ることができる選手が一人もいなくなってしまったため急遽プロ入り初めて一塁主として守備についた4月25日の対広島戦に記録したプロ入り初打点が人生初のサヨナラヒットとなった 2014年32試合に出場した。2015年自己最多となる87試合に出場した。20安打、7打点も自己最多となる。日本シリーズでは第4戦の8回に代打として出場した。2016年6月26日の中日戦。4から4の延長を11回1四万塁の場面で代打で登場するとセンターに3年ぶりのサヨナラヒットを放った。 2017年出場は16試合にとどまり、オフの契約公開後の会見では、結果を残さないと出れないのは当たり前。仕方がないと思っていると述べた。この年5月のプロ野球実行委員会では、独立リーグ出身者の国内 FA 権取得に、際して、大学、社会人出身者と同じ条件を認めるかにつき、三輪の取得を念頭に置いた議論が行われた。香川に入る前に、 社会人の軟式野球部に所属していたことから、三輪が取得する場合は、社会人出身者と同じ扱いとなることが確認されたが、一軍登録日数が条件に届かず、2017年シーズンでの資格取得には至らなかった。2018年7月30日、独立リーグ出身選手では、初となる国内フリーエージェント資格を取得した。出場機会は、 前年から微増し、2年ぶりの安打と打点を記録した。2019年イースタンリーグの試合には、出場していたものの一軍昇格の機会がないまま、シーズンを過ごし、9月17日に、今シーズン限りで、現役引退することが発表された。9月22日の対巨人23回戦、終了後に引退セレモニーが行われ、この日の試合が、こううコールドゲームだったこともあり、 引退挨拶の後には、ホームベース上のブルーシートにヘッドスライディングを二度披露した。結局、現役選手として最後に出場した試合は、9月26日のイースタンリーグ対ロッテ戦であった。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、ヤクルト球団の職員として、2020年から広報部に配属、ツイッター上の球団公式アカウントの運営などに、 携わる一方で、球団が東京都内の小学校で実施しているボールの投げ方教室で講師を務めている。内野手、外野手の全ポジションをこなせるユーティリティープレイヤー。2軍では保守として出場したこともある。50メートル5秒7と瞬速が持ち味であり、香川時代では通算261試合に対し90投類をマークし、 イースタンリーグでは2009年登録王を獲得している NPB 以下の数値は四国アイランドリーグプラスウェブサイト掲載の各シーズン選手成績によるありがとうございます。